次はキロロの未来へです。スタッフのリクエストが多かった曲です。結婚式で両親に贈る歌としてもよく歌われ、また卒業ソングとしても知られ歌われています。今日はハーモニカの特別演奏が入りますよ。これがあなたの歩む道、あれがあなたの未来。それでは未来へを一緒に歌いましょう。どうぞ。
青い海の神様、ありがとうございました。世代につなぐ歌、最後は栄冠は君に輝くです。古関裕二が作曲した歌、行進曲で、全国高等学校野球大会の歌という題名で発表されました。今から76年前の歌です。くしくも今年の選抜は100周年の記念大会でした。大会を象徴する歌としてこの歌がよく知られています。高校野球30回の節目の時に2代目の大会歌として募集をしたんですね。応募総数5200通の中から優秀作品と選ばれたのが加賀大輔さん作詞のこの歌でした。加賀さんは野球球児でしたが、試合中の怪我による骨髄炎のために右足切断を余儀なくされ、野球を断念した経緯があります。この詩には野球に対する加賀さんの熱い思いが強く込められています。さあ皆さん、ここは甲子園球場です。今まさに選手が入場します。それでは元気よく栄冠は君に輝く、ベイボール盛り上がりになりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。